い、どうもピアキンです。今日もトロールコースの一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、マリオヘイツトロールスということで、マリオは荒れることが嫌いということでしょうか。ダメだよそんなことじゃ。食べ物の好き嫌いだったらまだ話はわかるけど、あなたがコースを好き嫌いしたらダメでしょ。いつも任天堂さんが作る簡単なコースで、はっ、やったとかばっか言っててもダメだよ。たまにはこういう初見殺しマックスのコースも好きになってくんなきゃ。何言ってんだろうね僕それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.77%。 そういやさ、さっき僕トロールって何と今更ながら思って調べたんだよね。そしたら荒れるって出てさ、てっきり僕騙しとかそういう意味だと思ったんですけど、ここは10コイン信用していいのか。まあ、開幕だからね、信用するこっちが合ってんじゃないの。開幕10コイン。なるほどね、今日は10コインを信用するなとそういう日だったんだね。でも僕はオンオフも信用しない。なんですぐにドアに入っていけないね。なんかこれはやるよ。ここのオンオフをしてすぐにドアに入るとそういうことだったんでしょう。まあ分かったな。皆様お待たせしました。ここでまずオンオフをしてすぐ右。ジュレガテガキノコ様。観念しろ、もう何もかもお見通しだ。ここはすぐ右に行くんでなくて、ちょっと待った後にオンオフをした瞬間にドアに入る。これがこのコースの攻略法だね。そしてここでメットをかぶる。そして右に行くんじゃなくてどんどん上に行こう。それが正解じゃないね。ダブルハロー。落ち着こう、落ち着いてプレイすることが僕の取り柄だと思います。じゃあここはアイテムが出る。そうなんじゃないのか。裏回って当たらせてくんないで。じゃあここが間に出るんだね。なんだ、逃げたぞ。寿司がうまいぜ、うますぎるぜ寿司が。じゃあここ右押しっぱでよかったんかな。これでいける。あ、これでいけるんだね。そしてここの右のブロックは壊しちゃいけないよ。なんで一旦当たっていこうか。なんで当たんないんだ。チリにならしてよ、頭当たっちゃうやん。これブロックはなんでよじゃあこの上に行くのが正解みたいな。いや、こういう仕掛けなかなか見ないよね。勝ちブロックに出てくる敵キャラ渡って進んでいけとかさ、あ、こっちになって進まなきゃいけないみたいな。どうしよう、一旦行ってみる。こっちが正解。頼む。ついや、ここはわざわざチビ状態にならなくていいんじゃない。デカ状態のまま右に行けるということをまだ試してないよね。なんでこのまま先に進みたいと思います。頼む。待って、そんなところで何やってんの。豚と食べるなって。いや、でも僕はまだこっから連打するということを試してない。俺を食べるな豚野郎が。このハテナ怪しくない。あ、フラワーなんだね。これを取ってこの下壊していいのかな。なんか出てくるんじゃないの。あ、やっぱなんか出てきた。でもこっちが正解だという可能性もあるよ。右に行けとそういうことですね。矢印見えました。はい、右のブロック開けておくれ。そうしたら鉄球が出てきて先に進めると、こっちが正解っていうことだったんだね。ありがとうございます。ちょっと調子乗ってんじゃないのかピオキングさん。最近10万人いったかなんだか知んないけど、もうちょっと謙虚にマリオプレイしないと皆さんに飽きられてしまうよ。ここはどうすればいいんですかね。こっちで合ってる。じゃあキノコをなくしてこいって書いてたからさ、チビ状態で行くことは間違ってなかったんだ。多分この羽付きの魚に当たらなかったらいいだけでしょ。こっからどうやってこの鍵、あはなるほど、鍵を手に入れさせてくれるのか。ちょっと今日本語発音おかしかったね。ナイス中間ポイント。じゃあここの10コインを信用してはダメだよ。どうせ後で入れられる気しかしないけどね。じゃあ土管には入れないと、一旦右の方に行ってみるか。大ジャンプしても何もないね。上の土管は中間ポイント戻しなんじゃないの。あとね、最近やったらこんなもの、ただぴょんぴょん跳ねているだけは一番虚しいんだって。だからそこをどけばね。リフトに乗るなっていうことなんかな。そしたら、あ、なるほど、雲抜いていいのかな。あ、雲抜いても何も意味ない。このメットをかぶっていけはしないと。そしてこのパワーブロックは投げてすぐ上に行く。ブブー言われましたけど僕は気にしないよ。はいはい、もう分かりました。ここは一旦避難してこのまま先に進めと。さっきはよくもやってくれたな。砲台よ、姿を現せ。その姿を現…いや、意外と上にいるな。いや、見えたよ。捕らえたーだからうるせえな、いつも。じゃあここで上…うわ、隠しブロックないの。なんか左下ヒント書いてるね。メットとリフト意味が
わかんないよ。じゃあこのメットをかぶっていけっていうことだと思うんだけど、ジャンプしたらさメット崩れちゃうからさ、しゃがちゃうみたいな。なるほどね、そういうことか。そしてここはメットをなくさないようにいけということが、このパウをどうにかするしかない。置けないんですよ USA っていうのは。なんで投げる。そしたら先に進めると。今日は調子良すぎようだね。こっからガンガンゴールまで行きたいと思います。そしてここでカバーを取る。なかなかやるじゃないか。こんなに楽しませてくれるトロールコースは久しぶりでもないね。じゃあここはチビになって先に進めっていうことか。で次のあのハテナブロック、絶対にアイテムだと思うよ。あれあれなんかやるいけない。あれなんで、あなんか右にヒント書いてるね。砲台の砲台落としてこいっていうことなんかな。多分ここだね。この砲台の上のブロックを叩いて下に落とせたら先に進めるっていう感じでしょ。そうや、最近ね肉巻きおにぎりっていうのを食べたんですよ。そしたらさめちゃくちゃうまくて、え肉巻きおにぎりってこんなに美味しいのみたいな。もう考えた人マジの天才じゃない。おにぎりに肉巻くんだよ。もう絶対うまいに決まってるじゃん。ネーミングセンスから抜群だね、シンプルで。じゃあここはめちゃ泣いてもアテナ叩かないで、なんかキノコって書いてるけど、今のキノコを取っていけとそういうことだと思います。え、これもしかしてやられないみたいな。やっほー。それじゃあここなんだよな。デカキノコを取らなくていいってことはこの辺でなんか爆発しなかったっけ。あーなるほどね。ここの隠しブロックを叩けばブロックが壊れるっていうことか。下のデカキノコはわざわざ取らなくてよかったんだね。そろそろ中間ポイントありそうな気がするんだけど、ここの隠しブロックじゃない、ブロックを叩いた瞬間すぐ右に行く。いや、一旦アテナ叩いてすぐ右に行こうか。なるほどね。 USA を取ってこのボフェを抜いて右のブロックを叩けっていうことか。さあ行くがいい、マリー。最高最強にして最大の爆裂魔法、今こそ食らうがいい。この世物とも吹き飛ばせ、エクスプロー。遅い。炎症が遅い。ここ左は何、すぐやられるだけ。いや、こっちが正解っていう。なるほどね。新耐久ね。いやでもこれ簡単なんじゃないの。タイミングを見計らってあの針に当たれっていう感じでしょ。ちょっとタイミング見計らっていい。青の時に行こうか。青の時にシャガちゃんで行けば行けるはず。このタイミング、いや全然ずるいね。こんな新耐久で僕が苦戦すると思ってんのかな、制作者さんが。いやほらほらほら、もっと鬼畜な用意してきて、あと1回で終わりだよ、このタイミング。真面目にやろ。ここちゃんとぶっ壊そう。ぶっ壊してこの右側に進む。邪魔すんだ。これボムの爆発当たっていいんかな。でも当たらないと右側に行けないよね。あー全然いいんだね。まだかチェックポイントは。そろそろ顔を出してもいい頃だぞ。このスターを取ってはいけないと。下に行くか上に行くべきか、一旦左壊してみるか。そして下に行く。下は入れないということからすぐ右上に行く。そろそろだと思いませんか。僕が中間ポイントと結ばれる時はもう近いと思います。どこだ中間ポイント。右側にいるな。左下のキノコを取っておけばよかったのね。でも僕はこんな障害物抜けたいと思います。そうだろう、今まで数々に一発マリオをしてきた今ちょっと簡単だ、早く行け。はい。待ってろ中間ポイント、この腐り切った香水色に染まった君を僕色に変えてみせるから。さあここで無敵状態のまま、なんで右に行けないのに。次だ、次こそ必ず君を手に入れてみせようじゃないか中間ポイント。この場所で何もしない、そしたら僕は君色に染めることができるだろう。さあここで、いやーダメだじゃー。いやまだワンチャンあるよ。ダダダのキノコは期待させた。遠いな中間ポイント。こんなにも遠いの中間ポイント。ここ下から行けっていう感じだったよね。行けるんしたかな。やっと取れた中間ポイントに。なかなか長かったよここは。両方叩いておく。もうで何もしないよ。コイン、あそっかそっか、さっきデカキノコ出てきたね。それを取れっていうことか。なんで最初にデカキノコがどっか飛んでったよね。そのデカキノコを追いかけるみたいな。なんでこっちに打ってきたの。さっきは右に行ったよね。想定外のことするのやめてくれる。結果オーライだからいいけど。じゃあここで上に抜けれると、ここは右の丸々は下のカロンを取っていかなきゃいけないね。本当にそうなんでしょうね。こっから上にジャンプしても抜けれないよ。僕はずっとこうやってして避けるからね。誰もしないで出るさ。僕が抜け
けれないと思ってんのか。 P スイッチがなくなった瞬間に飢えて逃げればなしましょう。ハイ、天国行きのパスポートゲット。そろそろ頭がおかしくなってきたみたいだね。誰か僕の頭のガバ修正お願いします。あ、やっぱさ、地下ブロックがあるってことはここ左を進化して取る。あ、やっぱそういうことなんだね。そしてちくわブロックに乗ったまんま下ヒップドロップすれば先に抜けれると。ここは右に行って、なんかあるのか。なんもないね。本当にヒップドロップしていいのか。右側でしてみようか。ヒップドロップ。そしたらどうなる。どうすりゃいいんだ。わかった、ここで一旦脱ぎ捨てるでしょ。でデカ状態を解除したまんまここでヒップドロップする。そしたらいけるんじゃないの。地獄の底へで、今度チビの状態でやってみようか。それでいけるみたいな。あー、チビだったら上に行くんだね。そしてここは当たっていい。絶対そうだよ。はい、ここカット入ります。そもそもさ、僕思ったんだけど、ここヒップドロップする必要ないんじゃない。このデカ状態でジャンプすれば王が変わるみたいな。やった、なるほど、そういうことで。今たまたま被れたけど、これで先に進めるみたいな。よし、よくわかってる。これは何。もう見えました。このコースをクリアして、冷蔵庫に入っているヨモコのイカシューマイを食べる自分自身の未来がね。さあ、ここは右はダメだったんで下に行く。そしたら先に何もないですわ。なるほどね、ここは左を進化して左の針に当たって、多分ここ鉄球でしょ。この鉄球をブロックで壊してもらって、今ちょっと日本語おかしかったね。意味だけ通じてください。まだかね、ゴールが。なんか今のワンワン飛び出てこなかった。Hello. ちょっと上に逃げておこうか。あ、なるほどね、あそこでは解き放たれるのか。じゃあここは左上に行きます。長かったあいつ。じゃあここは左はダメなのね。右に行ってみるよ。右なったら大丈夫なんでしょ。すぐに行けと、そういう感じなんじゃないですか。過去形になるよ。こんなに僕引っ掛けにかけてきた。ここどうすればいいの。ジャンプ。はいはいはい。マリオと石味の甘い夏。全然わかんない。もう本当に頭ぶっ壊れてきました。あ、なんかキノコ状態のまま来れたね。え、これ激アツなんじゃない。このまんまだったらドスに一回当たれるみたいな。あ、これが正解もしかして。いや、わかんねえな。おー、来た瞬間すぐとかには、なんか今右見えたね、緑のが。僕は何もしないよ。ここで一旦立てて。またここか。あー、縦でも足したらいけなかったんだね。ここ飛ばしたいと思います。いやー、というとでも思った。死に耐久、皆さんもミニ耐久。何を言ってるんでしょうかね、僕。ミル耐久をしてもらっていいですか。僕の死に耐久、この上がなんかヒントになってるっぽいんだよね。なんか雲の上になんかあるみたいな。え、なんもなくない。これをオープンに当てろっていうことなんかな。それじゃあメットをオープンに当ててみようか。そしたらドッスンは、あー、やっぱり右に来ないんだね、あの右親父。右親父じゃない。なんだ右親父って。で、上のヒントはメットの来る場所を示してたんだろうね。あっ、いや全然大丈夫だよ、僕は倒します。それじゃあ土管に入って、ここは一番端っこで金返してるんじゃない。あ、やっぱそうだよね。そしてこのまま右に行ってくれ。どっちで、もうゴール近いと思うんだけど、一旦縦で金返す。上等よ、ここは何もしないで右ダッシュする。ただ下を押さない。そうなんじゃないのか。これで合ってると思います。さあ、あそこのブロックが壊れてゴールへと導いててくれ。俺頼むといて。よし、もうゴールなんじゃない。あっ、いや、これは僕上に抜けれるチャンスあると思う。一旦爆弾出しておこうか。一旦爆弾出しておいて、このままジャンプすれば上に逃げれるんじゃないのか。あっ、二段階設定。どっち行こう。あー、赤行ってみるか。赤の方が正解っぽいもんね、今あーって言われたけど。いやいや、でもさ、まだ下がワンチャンある。頼む、何か。いや、まさかのあそこにゴールがあるだなんて全く思わなかったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。一発マリオナンバー155ということで、どんだけあるんですかねこれ。めちゃめちゃ出してるじゃん、一発マリオ。
で今回このコースサムネを見る限り高速でオンオフすると思うんですよ。でオンオフするんだけど落ちないようにピンクコインを集めて鍵をゲットしてドアまでたどり着けっていうコースだと思うんですよね。いやこれは絶対難しいね。クリア率から見てもそう言ってる。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.26%。 まあ一種の死に耐久みたいなもんだねこのコース。で最後はメットマリオのままゴールだね。多分ドアに入ってあのメットをかぶれっていう。これいけんの？頼む！まあこんなもんでしょ、絶対こうなるでしょ。じゃあここはタイミングを見計らって上にどんどん行けと。はいはい、あ意外といけそう、意外といけそうだね。ただ右下のピンクコインがマジでむずいよね。開始して右ダッシュしたら左から3つ目のブロックで落ちてしまうのか。じゃあ3つ目に行く前に大ジャンプしてみる。そしてピンクコイン取った瞬間もう一回ジャンプして戻ってみようか。こうやって一つ一つ行き方をたどっていくしかないんですよ。ここで大ジャンプして取った瞬間すぐ左、あっ絶対今のでいけるよ。見てて、こっから左に行く。そしてこの場所にたどり着いたのはいいんだけど、はいはいはい、やった来たんじゃないこれ。めちゃめちゃクリア早いよこれ。なぜそうだろう。最後のメットどうやってかぶるんだろうね。なんかかぶれなかったんだよね。でここでさっきみたいにタンプよく行けばいいんだけど、本当に次いけるの？なんかいける気しない。何度かやってればいけるはずなんですよ。一発マリオって運ゲー要素が強いからさ、実力なんてあんま関係ないんですよ。なんかいけないな、さっきいけたのなんで。しかし運も実力ということで、このコースをしっかりとクリアし実力があるというところをお見せしたいと思います。6つこのコース異常的な難しさだよ。ここがマジでむずいんだよね。はいはいはい、これでどうなんですかね。いやそれはないやろ。さっき扉までたどり着けたろ。奇跡かもしんない。全然たどり着けないもん。こっから上ターンターンターンでここで扉にたどり着いてどうするか。下を失敗してみる。さっき何もしないでダメだったもんね。やったえ下を失敗しないといけないんだねこれは。いや絶対わからんやろこれ。高評価、チャンネル登録、お願いします。見事最速クリアまで取ることができました。どうもご視聴ありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。